こんにちは、シーバードです。今回はメタル三兄弟を鳴らし比べてみたいと思います。今回も千葉県船橋市にある千葉管楽器さんからエフェクターをお借りいたしました。ハイパーメタルやメタルゾーンは未だによく目にするエフェクターなんですけれども、一番左ヘビーメタル HM2、このエフェクターはですね、1992年に廃盤になっております。今現在はなかなか手にすることのできないエフェクターなんですけれども、オークションなどではですね、マニアの間で今高値で売買されている、未だに人気の衰えないエフェクターの一つです。つまみはシンプルですね。 L、H、ローとハイ、カラーミックスと名付けられております。そして一番右がディストーション、ゲインですね。で、続いてハイパーメタル HM3 ですね。ヘビメタル HM2 の後継機になります。つまみは HM2 と同じくローとハイ、そしてディストーション、ゲインですね。一番右がゲインになっております。続いてメタルゾーン MT2 ですね。未だにですね、賛否両論のあるエフェクターなんですけれども、いろんな意味で話題性のあるエフェクターと言えます。つまみはですね、先ほどの HM シリーズよりも増えておりまして、ミッドの調整が可能になってます。ここがミッドですね。そしてミッドのフリケンシーという風になっております。では早速ですね、同じフレーズを弾いて鳴らし比べていきたいと思います。今回はですね、ベーシックな部分でどのような感じに違うのかっていうのをお聞きいただきたいなと思います。使用するアンプはマイクロキューブです。